はい、こんにちは、ピカーです。いよいよね、このアウディやっていきたいと思います。アウディね、 R8 でね、やばいっしょこれ、ずるいっしょアウディで。これは多分ね、なんか時間差スタートで一周で全員をみたいなね。トラコンがないからスタンディングスタート用にできてねえだろ。おお、気持ちいい。やっぱレーシングエンジン最高や。うお、すんげえ。このシャーシレスポンスとエンジンレスポンス、やっぱレーシングカーしかねえよ。あれ、前の車全然抜けないんだけど大丈夫か。速くない前の車。もうブレーキに詰めるしかねえのか、これエンジン一緒だもんな。やめてちょっと待って、邪魔しないで。邪魔しないで。邪魔するのがそのまあまあこれもね。あーいえ、いや気持ちいいレース。あー、もういい、もう一回やりたい、もう一回やりたい、これもう一回やらせてやーべ、気持ちいいわ。やっぱレーシングかやっぱ格好つきなくなった。格付きはなんかあのオーバーレイだね、あのマイクロソフトの変なオーバーレイがあったからだな。さあやるぞ。すんげえ楽しいレーシングカー。もう何でもいい何でもいい、次次次次。はいはい、分かった分かった。さあ次、フォードフォーカス、プロスト vs セナ、マクラーレン vs フェラーリ。A proper rivalry gets your blood pumping, pushes you to improve. まあね。Pro rally driver Ken Block has dropped by the track to be your rival. Now here's your chance to challenge yourself against a racing pro. Okay, Ken. Let's race. What helped me get to the level I wanted to get was the passion. I thought about it every day. I want to be in the car every day. I practiced and got to the level that I got to because that passion was there for me to do what I wanted to do. そのレースとやらをやってやろうじゃねえか。行くぞ。いいじゃん。もう一回でいいのか。もう一回でいいか。本当だから。あ、もうなんか遅いじゃんお前。こんなにハンディもらっていいの。やーっべー、気持ちいいだね、進化。なんでもいいわ、もう。待って。曲がんないんだけど。ちょっと待って。何これ。分かった。おお、分かった。ちょっと待って。曲がんねえこの車。え、なんで。分かった。サイドブレーキどれ。サイドブレーキないと曲がらないわ。サイドブレーキどれ。
Yo creo que es rota. OK, 分かった。さあ行くぞ。いやあれやっぱレジング最高にいいよ。サイドブレーキ取れた、サイドブレーキ取れた。いや全然、なんか遅いなお前。かわいそう、ケンブロック。こんなエンジンパワー差つけられて。曲がんねえ車だこれ。待て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 、この車クソ難しいな、これなんだこれ。ドリフトマシンじゃん。なちょちょ、おお、ケンブロック速いなお前。俺の車ストレートだけ速いじゃん。いやー、このクソアンダーキスすげえ大変。これやってみたら分かるわ。すげえうまくね、ドリフト。超ドリフトアングル最小で曲がった今。もう、もううまいじゃん俺。うまい俺。いやこれクソ難しいけどすげえ楽しいな、これやばいね、このサイドブレーキが入れば。ちょっと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 ブレーキが遅かった。これもこのドリフトマシンってすげえ難しい。どこへのアングルか、アングルがさ、ほんと分かんないんだよね。あー、これちょっとカウンター、いやいやいやカウンターが、いや、くっそ難しいこれ。もう、いや、難しい。なんだろう、もうほんと普通じゃないな、この。流すのが難しい。ちょっと待って、いや待って待って待って、すげえ難しい。サイドちょん引きのタイミングが難しい。ブレーキブレーキブレーキしてて、ブレーキしてて、最後このぐらいでサイドちょんって引いてんので、こうやって流して流して、アクセルで持ってって、サイドちょんって引いて流して流して、じゃあブレーキとアクセルで向かえて、ここでサイドちょん。あー、ちょっと難しい。いや、もう一回もう一回もう一回。いや、ちょっと待って待って待って、いけるいけるいける。スピンスターだけ。いや、サイドちょん引き難しい。あかんあかん、ちょっと待って、次次次、早く早く次やらせろ。なんだよこのクソ設定は本当に。ディープで走るわ普通に。サイドジョン引き。このターボのさ、ターボのターボ車のね、アクセル戻しちゃいけないんだよね。基本的にアクセル戻すんじゃなくて、アクセルを止めるの。アクセル、あのね、入れる方向じゃないとダメなんだ。必ず入れる方向にして、アクセルコントロールは入れていく方向、入れすぎたなと思ったら戻したらダメなの。止めるの。
あ、でそこはもう戻すときは思いっきりスパッて戻すの。うまいな今の。締めうまいんだよな俺。今のサイドタイミングうまかったな。いやこの実際実写乗ってみたい。ボロクソ言いたい。なるほどね。なるほどね、そういうことか。今のサイドタイミングも。いや、うまいな。速いドリフトで できるようになってきた。ギリギリのアクセル入れられるところ。狭いよねドリフト。ドリフトか本当。グリップで走るさ、グリップできるところが狭いからさ、むしろ面白いよね。派手に流す感じで。したかったんだな。うん、ターボエンジンの扱いが分かってきた。どうだ、クソ速いだろ。そんな速くねえ。いや楽しいね、これは楽しい。うん、この2台はねすごい楽しかった。はい、じゃあね、よかったらね、またチャンネル登録してってください。